こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、プレステのチョロQ3だぜ。いやまたチョロQ。てか最近レースゲーム多すぎやしませんかね。そうだな、間に急遽違う動画挟んだりしてなければ4連続でレースゲームだな。おそらくこの動画がアップされる頃には皆さんさすがにレースゲームばかりで飽きてきて視聴回数だだ下がりになってるんじゃないかと思います。いやそう思うんならなんか違うのやんなさいよ。好きなことして、滅びゆく。それが YouTube ってもんやろが。いやだからそれ好きなことで生きていくでしょうが滅んでどうするのよ。まあでもさすがにウプ主自身もそろそろレースゲームお腹いっぱいになってきたので次回は違うジャンルのゲームやると思います。とにかく今回はこちらのチョロQ3を軽くプレイしたのでその様子をお届けします。ではスイッチオンです。ってことで無事起動しタイトル画面になったので始めていきます。ちなみに2とは違い3は特にデータの引き継ぎなどはないようです。そうなのね。で例によって最初に車のボディを選ぶんですが今回は一番左上の RX7 っぽい車にしておきます。ウプ主の場合大体最初にカーソルが合ってる車にするわよね。そうですが何か問題でも。いや別に何でもいいけどね。で名前の方はウプ主が乗る7っぽい車なのでウプ X7 という活かした名前にしておきました。いやだから毎度ダサすぎるんだってば。ってことでこちらが本作のトップメニュー画面です。ここは2の時と似たような感じね。システム的にも基本は2とあんまり変わらないので2をやったことあればすんなり始められるかと思います。で2ではチョロQタウンを探索してショップやコースなどを発見することができましたが、3ではそこがチョロQシティとなり、さらに探索要素がボリュームアップしております。名前もタウンからシティになってるくらいだしマップも広くなってたりするのかしら。ああ、2だとちょっとしたおまけ要素って感じでしたが3は街のマップも結構広くなってるし、お店やコース以外にも何かしらを発見するたびにチョロQコインってのがもらえるので収集要素も追加されております。チョロQコインは集めると何かあるの？チョロQコインは全部で100枚あって、全部集めると当時やってたキャンペーンに応募するためのシークレットナンバーが手に入るようです。キャンペーンに応募するためのナンバーが手に入るだけなの？ああ。なので今集めてシークレットナンバーゲットしても特に使い道はありません。まあでも自力で100枚全部集めるのはかなり大変なので全部集められたら達成感は得られるかと思います。ちなみにウプ主は当時かなりやり込んだんですが自力で全部集めることはできなかったかと思います。そんなに集めるの大変なの？ああ。普通に街中うろついてるだけじゃまず気づかないものが結構多いからな。それにレースを先に進めるためにも2のタウンの時より3はいろいろシティで見つけないといけないもの多いので、ある意味シティ探索がメインなんじゃないかと思うくらいシティをうろつくことになるかと思います。そうなのね。ウプ主的にはこういう探索要素好きなのでいいんですが、単純にレースを楽しみたいって人には1や2と比べるとちょっと面倒に感じるかもしれません。その辺はまあ人によるって感じね。ちなみに見つけたチョロQコインはオプションのメモ帳のイベント表って項目で今どれくらい集まってるか確認できます。右上の数字が今見つけたコインの数ってことかしら。ああ、あとはコイン見つけるとこんな感じで対応した番号のイベント表が埋まっていきます。さてではそろそろスプリントレースの方に行ってコースの方走ってみたいと思います。最初に覗いた時はコース一つしか出てなかったけどシティで見つけた分コースが増えてるみたいね。まあとりあえず最初から出てたオーバルサーキットをまずは走ってみます。で例によって軽く操作説明しておきますと、方向キー左右でハンドル操作、×でアクセル、四角でブレーキ、三角でクラクション、丸で視点切り替え、L1 でシフトダウン、R1 でシフトアップ、L2 でマップ表示って感じです。運転時の操作も1や2とほぼ変わらないみたいね。ああ、初期状態の操作感は若干により重めな気はしますがこの辺は例によってパーツ交換していけば全然変わってくるのでまあ1や2とほぼ同じ感じでプレイできると思います。しかしあれね、最初のコースにしては先頭の敵車やけに速い気がするわね。ああ、オーバルサーキットの一番速い敵車はちょっと特殊で、プレイヤーと全く同じセッティングになってます。どういうこと？こっちがたとえ性能の良いパーツに付け替えたとしても相手も同じパーツになるってことです。ってことは絶対勝てないってこと？いや、相手よりうまく走れば勝てます。じゃあウプ主の腕が悪いからこんなに離されてるってことなのね。そうだけどまあまだ1レース目だしな。一応後で何度か走って1位に慣れております。基本は相手より常に内側をミスなく走るって感じの攻略法になるんだけど、オンロードコースなのに相手オフロード用のタイヤ履いて相手を遅くして自分は路肩を走るって戦法も有効みたいです。なんかそれずるくない？カチャええねんカチャ。そうですか。でまあこのレースはこのまま2位でゴールし、ショートサーキットが新たに出現しました。1や2と同じでスプリントレースで入賞してコースを増やしていってグランプリレースに出場するって流れね。ああそうなんだけど、3の場合はただスプリントレースを走ってるだけじゃダメで、レースを進めていくうちにチョロQシティが発展し、シティ内に新たなコースが出現することがあるので、スプリントレースで上位入賞してもコース増えないなってなったらシティの方も覗いてみる必要があります。で今はどうやらホテルのコースが出現したっぽいのでホテルを探しに行きます。なるほど、こんな感じでヒントを頼りにシティを探索すればいいわけね。ああ、で新たに出現したコースをシティで発見すると、こんな感じでスプリントレースにコースが追加されます。なのでスプリントレースの合間にちょいちょいシティを探索しないとグランプリレースを出現させることはできません。その辺が1や2に比べると人によってはちょっと面倒に感じるかもしれないところってことね。まあコースは割とわかりやすいところにある感じだからそこまで大変じゃないとは思うけどな。とりあえず2に比べると探索要素が強くなったってのはなんとなくわかったけど他には何か変わったところはあるのかしら。そうだな、あとはコースが全体的に難しくなってる気がします。今走ってるホテルのコースもそうなんだけど、こんな感じで教習所のクランクのような場所や直角に曲がるカーブなんかがいろんなコースに結構な頻度で出てきます。確かにこれはなかなか難しそうね。ああ、小回りの利くチョロQならではのコースが増えたって感じで言っちゃいいんだけど慣れないといいパーツ揃えてても結構苦戦します。まあでもその分やりごたえは増してそうよね。ああ。によりもさらにコースはバラエティに富んでるし、ただかっ飛ばすんじゃなくてよりテクニカルなコースを走りたいって人には3の方がおすすめかもしれません。うまく走れないといいってなる感じのコース多いけどその分うまく走れた時の達成感はなかなかあるんじゃないかと思います。なるほどね。まあ言ってもあくまでウプ主個人の感想なのでこの辺も人によって感じ方違うと思うからなんとも言えないところはあるけどな。でこの後もシティで新しいコースや、新しいパーツショップなんかを見つけつつ、スプリントレースを進めていき、ワールドグランプリが出現しました。ようやくグランプリレースに出れるわけね。でサクッと優勝しました。いやワールドグランプリ全カットだし。でワールドグランプリで優勝すると不思議な砂時計というアイテムが手に入り、トップメニュー下段真ん中で砂時計をひっくり返して昼と夜を切り替えることができるようになります。へえそんなのもあるのね。夜にするとスプリントレースのコースが夜用のものになるほか、チョロQシティも夜になって昼間は行けなかった場所に行けるようになったりします。探索の幅が広がるわけね。ああ、ワンポイントアドバイスにあったように夜にしかやってないパーツショップや、いかにも夜っぽいイベントやコースを見つけることができるので、昼間のシティとは一味違った雰囲気を味わえるのではないかと思います。なるほどね。でこの後はまたスプリントレースで入賞したりシティを探索したりしつつコースを増やしていき、今度はスーパーグランプリが出現しました。今回もスーパーグランプリで優勝すればエンディングになるって感じかしら。いや、今回はさらに上のハイパーグランプリってのがあってそこで優勝するとエンディングになります。平によりもかなりボリューム増えてるみたいね。てかスーパーグランプリも全カットしやがったわね。ボリューム増えた分あんまり色々見てるといつまで経っても動画終わらなくなっちゃうからな。でこちらのハイパーグランプリなんですが、最終レースではチョロQシティを走ることになるんですが、このコースがこれでもかっていうくらい難しいです。そうなの？ああ、せっかくなのでここはちょっと見てみましょう。まずスタート直後にこのように直角に曲がるカーブがあり、その後めっちゃ道が細くなります。確かにこれはなかなかね。で S 字の下り坂を抜けトンネルに入り、トンネルを抜けるとまた直角に折れます。マップ見た感じだとこのコースのカーブはほとんど直角に曲がる感じなのね。ああ、し坂もただ直角に曲がるんじゃなくて今みたいに上り坂を割に直角に曲がるところもあるからかなり立ちが悪いです。上り坂を勢いよく駆け上がってジャンプしちゃったらハンドル切れなくなるわけね。ああ、他のコースも結構やらしいところあるけどこのコースは段違いに意地悪になってる気がします。確かにどちらかといえば子供向けの作品なのにこのコースはちょっと意地悪すぎる気がするわね。まあ上手い人ならこれくらいどうってことないのかもしれないけど、うつ虫みたいな下手っぴや小さな子にはなかなか厳しいコースなんではないかと思います。なのでハイパーグランプリで優勝するには最終戦までにしっかりポイントを稼いでおきある程度ライバルに差をつけた状態にしておいて、上位は無理に目立たずなるべく順位を落とさない程度に走り切るのがちょうどいいんではないかと思います。結局6位でゴールしたのね。まあそれでもここまでにしっかりポイント稼いであればこの通り優勝はできるので、全クリするだけならそこまで難易度高くないかと思います。なるほどね。てかなんかどこかで見たことあるような変な車いるんですけど、ああ、人生ゲームの車だな。ハイパーグランプリはこの車が一番速い敵車になるのね。個人的にはこういうのニヤニヤできるので大歓迎です。でハイパーグランプリ優勝したのでエンディングになりました。1や2とは雰囲気違うエンディングね。ああ、車が走ってるシーンなんかは特に流れず、このまま最後までスタッフロール流れて終わりです。で最後にこんな感じのメッセージが出ます。あとは100枚のチョロQコイン集めろってことね。ああ、なので100枚集めました。いや100枚集めるの大変だとか言ってたくせにがっつりコンプリートしてるじゃない。自力で集めるのは大変だけど攻略サイト見ながらなら結構すぐ集まります。ズルしたわけね。だからズルじゃなくてネットを有効活用してるだけだって言っとろうが。はいはいそうですね。あと全クリすると今回も例によって謎の店出てくるんですが、2の時は悪魔のエンジンは悪魔のタイヤに比べると買いやすかったのに対して、今回は悪魔のエンジンの方も悪魔のタイヤと同じ価格になってしまい、悪魔シリーズのパーツを揃えるのがさらに大変になってしまいました。悪魔シリーズ揃えるのは完全にやり込み要素って感じね。今回もカジノがあったり、3では新たに宝くじ買えるようになったりと、賭け事でお金稼ぐ方法もあるのでどうしても悪魔シリーズ揃えたい場合はその辺を活用するのも手かもしれません。てか普通にレースだけでお金稼ごうとすると結構メンタルやられると思います。うぷ主は当時3でも悪魔シリーズ揃えたの？いや、確かタイヤかエンジンどっちかを買うまでは頑張った記憶があるけど、結局両方揃えるまでは気力が続かなかった気がします。そうなのね。まあ2に比べると色々と大変になった3ではありますが、その分ボリュームは申し分ないしこれも今プレイしてもしっかり楽しめる作品でした。てか個人的には2よりも3の方が色々記憶に残ってたし。手軽に楽しみたいなら1や2の方が良さそうだけど、がっつり遊びたいなら3の方がいいって感じかしらね。そうだな。まあその辺も人によるだろうからあくまでウプ主の場合はだけどな。ちなみにウプ主が当時プレイしたチョロQシリーズはここまでなんですが、同じくプレステで発売されたチョロQ4 や PS2 で発売されたチョロQ HG シリーズも機会があればそのうちプレイしてみたいと思ってます。まさかもうその辺も買って寝かせてあるんじゃ。いや、中にはそこそこいいお値段するものもあるのでまだ買ってません。まだ、いやだからまだを強調しなくていいから。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。